はい、皆さん、こんにちは。今回はね、エレストの続きをやってこう。さあ、なんかね、なんか、アップデートかなんか来て、最近、あれ、どうだ、中心がわかんない。あったあったあった。ここはいつも通りなんだけど、これね、これ。なんか、なんだこれは。ブラックホール的な。ここを押すと、そう、この、なんか別の世界みたいなの来れるんだよね。なんかここに、ボスっぽいのいるし、多分これ進めていったら、ね、進めていったらあれと戦えるってことなのかな。多分そういうこと。全然進めてないんだけど、まあ、難易度がわかんないからね。一回まあチャレンジしてみてもいいとは思うんだけど、でも今回は、まずね、こちらこういう、これね、これ今来てるんだよね。前ここにあれだよ、あれがいたんだよ。結構強かった、あの、なんだ？ファイヤーワードだっけ？がいて、こっちにも確かいる。これはいけんのかな？シェイド。でも星3で、向こうが星4だから、こっち行ってみるか。負けないよな。負けないことを信じてる。氷は今誰もいないのか。ここ多分。あ、でもいるわ。なんだこれ。星さんか。星さん行くか。星さん行こう。ここは、仕切っててもダメだからね。イージーとノーマルとかあんの？ちょっと待って。どうしよう。どっち行く？決まって。久しぶりだから、ちょっとモンスターとかを。待って、水中心だったよね、確か。で、ファイアーワードが加わったんだっけ？大丈夫かな？水入れてくべき？この人とか、育ってはないけど、まだ戦えそうだよね。どうする？待って、まだ回せるかな？ちょっと見に行こう、一回。召喚できんかな。3万マナはね、さすがにね、ないんですよ。1日1回。いや、いいか、行ってみるか。行ってみなきゃわかんないから。ちょっとあれか、妊婦連続攻撃だったよね、確か。結構それの良さそうだよね。レベルじゃなくて、リアリティで行ってみようか。あ、星5、これなんだ。最初のやつじゃねえよな。なんだ、強いかな。266。198。こっちレベル上げてるからな。いいか。178、どうするか。一回入れて、まだ考えよう。こいつを育成で、ちょっと強化しよう。そんな強化できないかもしれないけど。多分ね、ガチャ回すのは290ぐらいまで上がったら大丈夫でしょ。妊婦が多分連続攻撃だよ。てか、こいつ進化はできないよね、まだ。あれだよね。ステージ15か。まあいいや、行ってみよう。これで負けたら、ステージ15行って、妊婦の手に入れて、進化させてから行くか。ステージ15まで行ってんの？ほんとに。全然だな。あ、13だ。14、15、こうか。え、行こう。挑もう。強力攻撃はとどめなさす。ノーマル行くか。ノーマル強いかな？ 30、40でしょ？
頑張れ、いってみよう。ここはもう負けても仕方ない。負けても仕方ない。攻略情報ってなんだ。え、ちょっと待って、レベル69とかで、え、ちょっと、え、不安なんだけど。え、行こう、行ってやる。そんなね、くよくよしてても始まんないからね。こういうエレストレ、まだそんな、なんていうの、強いやつに挑むってことはなかったから、あ、そういうところ一気に進むの。え、もうちょっと待て、しかも全然もう、ちょっと待て、急すぎるぞ。3でしょ、これ何、ここの台、何ここの台、あ、ここも絶対揃えないよね。こうやってとりあえずあのこいつらを消していきたいよね。無理か、久しぶりだから覚えてね、あの形。え、ちょっと待て、めっちゃ体力多いし、違くね、なんか。絶対イズ行った方が良かったよ。だから調子乗ってノーマルエなんだろう。やべえ、この端っこの子はどうすればいいんだよ。ちょっとは消えたか。でも回復しなきゃちょっとまずいような気がするんだけど。いや、動きを封じる。え、どういうことなの、動きを封じるって。待て、そんなもたもたしてたらなんかやられそうな気しかしないんだけど、あの左右端っこは何、オーマイガー、切れた、損を。これでとりあえずどんだけ食らうのかっていうのを見よう。あー、待て、まあいいや。一番下の必殺技だけは、はい、ちょっと待って、まずいんじゃないか、これは。イージー、絶対イージーの方が良かったわ。絶対イージーの方が良かったわ。スタミナ回復まで待たなきゃダメじゃん。うまっ、えっ、あ、回復使えるみたいな、そういう感じですか。はいはいはい、やっぱこの、ちょっと待って、電話かかってきたんだけど、電話どうぜ、ちょっと待って、電話どうする、電話出なくてもいいか。気を封じる、封じないでよ、封じてるからあれだよね、多分消しても無駄だよね、引く。じゃあ残した方がいい、ああ、残した方がいいって言って消しちゃったよ。あ、でもあいつ倒せばいいか。うん、まあ、ダメか、ダメだな。でも最後まで諦めんぞ。ああ、そうか、ね、知るんだ。これは強いな。強かったわ、ちょっと甘く見てたわ。ちょっと甘く見てたな。反省だわ、反省。悔しさはないんすよ。ちくしょう。ああ、次回はもうスタミナがない。スタミナ、うん、ここで一回増えるか。
次回はね、ノーマルじゃねえ、イージーか。イージーに挑もう。一個下げてイージーに挑んで、で、まあ、いずれかはね、ノーマルもクリアしたいけど。じゃあ、皆さんさようなら。